セモベンテダ20、70クアドルプロドは第二次世界大戦中、イタリア王国で試験的に生産された自走式対空砲である。この車両はイタリア陸軍向けに開発された。1942年、イタリア陸軍は北アフリカ戦線の作戦で使用する自走式対空砲の開発を支持していた。イタリアの機械化された渋滞は信頼のおける防空能力を書いており、 しばしば、イギリス空軍の標的となった。本社は、こうした部隊に防御を与えるものだった。開発機関と資材を省略するため、クアドルプロの車体には、M15、42戦車のものが用いられた。元の砲塔は撤去され、多角形で、開放式の砲塔が溶接で作られた。この砲塔に4連の2 0ト、mm、ルスコッティ、イゾッタフラスキーに20。 70機関砲を収容した。不行はマイナス5度からプラス90度である。この機関砲は分離式のベルトリンク弾薬を使えるよう特別に回収されていた。この結果、一門の発射速度が毎分600発に増強された。他、唯一の変更点は、車体から連装のブレダ M38 車載機関銃を撤去したことで、 開口部は 42mm 厚の装甲板で塞がれた。乗員は3名に減らされた。2名は、砲塔内に配置され、もう1名は、車体の操縦席に乗った。最初の試作車両は1943年の1月、もしくは2月に完成しており、チェントロス・トゥディ・モーター雑用ネデルイザーシートで試験に、供された。重量は14.7トン。 全高は2.55メートル、傾斜60%で操縦することができた。1943年3月、本社は M15、42カルロコントラエーレオとして任務につき、ローマの石器ー裏に駐屯する、エートレッジメントアウチエリに配備された。また、ここで、ドイツ軍は本社を接収した。1945年4月には、ドイツ軍で実戦に使われている。 本社は第 5SS 山岳軍団の指揮下にあり、ドイツのトイピッツ地区にいたソ連赤軍に対し最後の戦いを行った。PDF ディスクリプションオブザタンク。2016年10月閲覧。ラストエンゲージメント。2016年10月閲覧。ありがとうございます。